あたかつねひこは、山形県村山市出身の政治家。日本社会党衆議院議員。1991年君に当局日、重光明、現在の村山市で生まれる。1936年仙台停信講習所、普通科を卒業。1952年前年通、東北地方本部委員長。1955年。 山形県労働組合総評議会議長に就任する。1960年衆議院議員に初当選。以来、旧山形2区から日本社会党の公認を受け出馬し、連続6回当選する。1978年2月6日開催の衆議院予算委員会において、自由民主党の浜田孝一衆議院議員に、交換野郎。と矢字を飛ばされた。 三宅久幸によると、社会党は当初、浜田を懲罰委員会にかけると行きまいていたが、党のあたかが提訴を取り下げてほしいと言ってきた。事情を聞くと、確かに女性問題があり、もみ消しのために内閣官房長官田中六助に金録面を依頼していた。このため次の衆院選で社会党は公認を出さなかったという。このヤジの件は、 朝日新聞でも報じられた。1979年、超党派の日朝国交正常化国民会議事務局長を務めるが、前日の通り、この年の第35回衆議院議員総選挙では、社会党から公認を得られず、政界を引退した。1998年10月18日、脳梗塞のため死去。78歳没。議員引退後、 毎日新聞政治部の取材に答え、以下のような内容を回想している。議員2期目に、議員運営委員会理事に就任して間もない頃、黒塗りの車で浅草の料亭に招かれた。ちょっとした快感だったと10回。母親の出身地が、畑の出身地の隣村であることを、国会帰りのタクシーで知った中川一郎から、お袋が昔世話になってと金を送られ受け取った。 1977年頃、対韓国輸出問題で自民党を追及した際、自民党幹部から追及はいいが、名前は出さないでほしいと連絡を受け、国会では事件を公にするのが目的であり、個人の追及ではないと名前を伏せた。ありがとうございます。